お疲れ様です、マフィーです。今回は転生したらスライムだった件コラボの竜 S ゴマ、ミリムを使っていきます。で、このミリムなんですけど、まだね、どういうキャラクターか自分は知らないんですよね。転スラのアニメ14話までかな、オークディザスターを倒したところまで見たんですけど、まだね、このキャラ出てなくて、で、ビジュアルだけを見ると、なんかね、大の大冒険のマームの戦火烈光剣みたいなポージングしてるから、まあ、多分そういう、その拳一つで分からせていくみたいな、そういうキャラクターなのかなと、まあ、想像は膨らむところなんですけども、性能ね、なかなかいいです。前にね、性能解説した時にどういうところが強いのかっていうのは解説したんですけども、改めて紹介するとチャージなんですよ。で、チャージでやりながらデッキのリンクがないと、さらには盤面リンクもなければ HP 条件もないというところでかなり使いやすくて、1倍からスタートで次のターンに 2.4 倍加算されて 3.4 倍が出せる。で、コンボスキルが HP が減少していないほど2倍にね、近づく火力ということで、この 3.4 倍を出せたらね、プラスマックスだと5002とかね、1とか、そんぐらいの火力出せるんですよ。ただ今回はプラス振ってないので、プラスなしだと4764か5ぐらいだと思うんですけど、結構ね、落ちちゃうんですよね。なんでプラス前提の駒かなとは思うんですが、ちょっと今プラスに余裕がなくて、というのも、テンスラコラボね、ちょっと引いてるんですよ、今。うん。ガチャ動画以外にもちょっと引いて、とりあえずね、あいつやってた、リムル。主人公のリムルを当てて、ね、個人的にはね、やっぱシズさんが欲しい。シズさんキャラクターも好きだし、性能もね、魅力的ということで、シズさんが、まあ、引けるまでもうちょっと粘りたいといったところで、そのシズさんにね、プラスを、まあ、献上したいので、一旦ね、このミリムは、プラス後回しにしている状況なんですけども、プラスなしの状態でも、まあ、4760だったらね、結構火力出る。プラスなし、ジェニーと同じぐらいの火力出るし、まあ、貫通ついてないぐらいなので、あと強みとしてはね、ジェニーよりもアタックが低いことなんですね。なんで、ロックでこいつが出しやすいと。1001というロックのそのアタックの低さということでね、逆にプラスがね、これ振ってないことで、今回のデッキの中だと一番下になるんですよ。このブレスドにはプラス2振ってて、ちょっとね、調整は加えてあるんですけども、ロック耐性をね、もうこれ最強のロック耐性ということでね、プラスがないことを逆に活かしていく構築でございます。ちょっとごめん。通知来ちゃった。ということで、今日はこのね、今後デッキでやっていきたいと思います。はい、対戦よろしくお願いします。マフェリア対面。マフェリアということは、ロックがあります。マフェリアに手駒ロックあります。まあこれ古いネタなんですけどね。ということでやっていきましょう。初手ロックが若干怖いが、まあ、下はね10枚あるんでね、今日はアイシェ含めて、なのでまあ大丈夫だと思うんですよね。まずは初手からこじゃないといて、はいはいはい、さあこっからだよね。とりあえずあれだな、ミリム早い段階で引いていこう。おお微妙だけど打つか。打ってここはマフェリア来るんでね、ロック耐性は考えなくてよし。で次のターンで、リリティエ編を消しといて、相手の特殊ダメージに対するねアンチテーゼ入っておきたいんですけども、はいはいはい、はい、マフェリアね。これマフェリアって結構アタック高いので、ここで出番かけられたのは実は有効ではある。いらっしゃいませ。レオンチャンネルです。レオンハルト来ました。まあ、一旦こっち打つ。よいしょ。レオンハルト代償が痛いところではあるが、ロックの耐性がついているだけでなく、コンボスキルなんかも早めに 1.6 倍出せたりするので、まあ、竜の守護者持ってない人はレオンハルトおすすめかなという一枚でございます。私はね、竜の守護者は自粛というかね、あんまり使わないんですよ。こういうなんていうのかな、対面においてはね、そのシズマッチ以外ではね、こういう動画ではあんまり使わないようにしてます。さあ貫通適当に入れといて、エンデガーを保持。まあここでロック打つのはなかなかないと思うんですけど、うわ打ってきたわ。これ避けれるかな。トールとか引いたら神。さあイヤリングして、まあこれダメージ返せるんですけども、下っけ。あミリム1倍ミリム、辛い辛いですね。辛い。どうしよっか。いや、考えますか。考える。これ考えるわ。あ、でも言いようしかねえな。言いますか。1倍。でも一応ね、はい。ロックトゥーミリムという、まあ、3.4 倍出したら最高だったんだけどな。まあ、チャージの弱みは出たものの、一応これでラニは守れた。ラニをかばう、このミリム。いいですよ。アレスは強え。アーレスバカ強えなー。いやー、待て。やべ、エリューマスにティルートとかしたい。お、ランタイ引いていく。いや、これ辛いな。辛い。辛さしかない。どうしようかな。先につなげる説も実はある。もう次で飛ばしに行く説。サタンとかは際どい。いやー、サタン際どいなー。まあ、こっちかなー。これ。次で引いて飛ばしに行くのがやっぱり一番いいよな。でもこっちのキャラコマ3枚なんで、サタンは耐えれます。サタン耐えれるから。あと1枚6。耐性あると何？オッケー、サタン耐える。耐性ありがとうしたけど、それは耐えるで、さすがに。はい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 。甘いですよと。さあ、ここで引こう。よいしょ。あはー！いけな
のロックの弱みというか、まだそのミリムの弱みが出てしまったから。でもあれは、あ、でもアイシュ出したかったな。ミリム保持してリューマス置いてからの動きがしたかったんですけども、いや惜しいですね、惜しい。あとちょっとだったね。まあしゃあない、ワンチャンオーラ捨ててからとかも考えたんですけど、まあでもアタッカー多かったからね、トップにかけちゃいましたね。ということで今日はやられました。はい、対戦よろしくお願いします。ノーレオメヒスト対面、さっきはミリム1倍辛かったですね。まああれはしょうがないですね。うん、なんで今回こそはちゃんと 3.4 倍をロックから出していきたい。うお、初手あるカードなかなか強い。しかしこっちも手札は悪くないですね。イザベラから入ってブレスドでデバフかけながら3手目 X という風に狙っていけます。よいしょ、スピーラルショットかまして、で相手の HP は 28,000 ということなんですけども、デバフ、まあ、ここで打たせるのは美味しい。早めにミリム引きたいな、早めに。もう 3.4 倍をロックから出せるような状況にしておきたいんですけども、やる気のあるランドタイなんてしょうがない。まあ、一旦ブレスドソーディアンから入って、で、3点 X 狙いたいと、よいしょ、削り入れて、ただイザベラを切ってしまったので、相手の、イベットとかね、リリティエとか撃たれた時に、どれで回収しようかなといったところ、うわ、しっかりワナゴマ撃ってきたね。まあ。おぉ、これどうしよう。いやもうこれ捨てる説あるな。捨てますか、乱体捨てて、よいしょ。ミリムも引いちゃうと1倍になっちゃうんですよね。あ、でもこれちょっとミリムの弱いところだな。トリプルオーラになっちゃうとトップ引きだと1倍になってしまうので、ちょっとここ捨てますか。で F3 の罠はあれなんで、おお、その罠ゴマもなかなかめんどくさい。よいしょ、回収できるけどまあ、イーステックスティルトかな。よいしょ、これでちょっとミサト許容して、あの罠ゴマをもう発動させないように打っていきたいですね。 なるべくナズリールとか引いちゃうとマジで辛いですけどね。うん、こっちから入って、まあ、でも、シーチ説もあったかな。シーチ説も実は若干あった。若干あったけど、なんとかしていきたいな。あれ、F3 はハロルドでもないからね。おそらく特殊罠。特殊罠を発動しないように、しないように、なんとか立ち回っていきたい。さあ、ここ。よっしゃ。オッケー、ミリム引いた。オッケー、オッケー。さあ、ここは、A に打つか、A に打って、いきますか。A に打って、カード打ってきたらね、3枚返しのあいつを作れるという状況を作りつつ、さらにここティルートが3枚返しでコンボスキル発動できるんでね。さあどうする。おお、ビーナスは辛い、ビーナス辛いね。まあ、しかし何度かなる。まだ金アラ、どうしよっかな。あの罠ゴマ発動しないようにしないといけない。あー辛いな。でも辛いけどこっちだな。こっち打って、で金アラを取らせます。そうすることによってティルートが3枚動線残るんでね。さあティルートのコンボスキルでぶっ飛ばしに行きたい。こっちはデバフもかかってるし、まだ相手のキャラゴマは、次で5枚2700、 OK、 まだ耐えられず、リッチも取れてるし、ここロック来いよ。ロック、相手ここロック打てば大丈夫と思ってんだろ。ロック打てば大丈夫と、そう大思いでしょ。そうだろ。ロック来いよ。テゴマロック、テゴマロック、テゴマロック来いよ。ここは絶対に、おっと、そっちか。それは大丈夫。さすがに耐えれるはず。よいしょ、よいしょ、オッケーオッケー。あとはこの F3 の罠が、ダイスじゃなかったら大丈夫。グラキリスとかじゃなければ大丈夫だと思います。行ってこい。うっさ。でもこれ、なるほどね。2枚返しすることによって、ティルートのコンボスキルを、使えないようにしてきましたね。しかし、こっちは金アラ使えると。危なかった。まあ、これはね、ミリムの強みが出ましたね。今、ロックされてもミリムが出せたのでね。ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。神タン対面。ちょっとシールドに弱いから神タン対面となると、そう考えたらあれなんですけど、OK、最初からミリム引いていきますよと。まあ、でもどうだ？これね、神タンの中には、なんだろう、正月ランリーダーでありながら神タンじゃないという可能性も実はある。実はそういうデッキもある。ランタイとか入ってたり、ロックとか入ってたりね、偽装系のデッキも、まあ、あるっちゃあるんですけど、まあ違うと思いますね。よろしくお願いします。ただ相手が、ちょっと HP 低めなんですよね。その可能性もあるし、あと B ゴマが入ってるとなると、ガラムなんかが来るとね、貫通が少ないんで若干際どいというか厳しいんですけども、こっち打ちまして、使ってみた感じね、ミリムは、あれですね、そう、トリプルオーラだとちょっと弱いのかなと、トリプルオーラ状態からトップ引きになってしまうと1倍になってしまうので、やはり引いたターンに仕事しないっていうのはちょっと弱みかな。まあまあいいや、オッケーオッケー。バイセ打ってくる。さっきね、それで一番になっちゃったんでね。まあ、ロックで釣られたんならしゃあない。オッケー、リリティエは強い。さあ、リリティエぶちかまして、よいしょ。相手、神タンだから、このリリティエはね、絶対ね、刺さる。しかも、バイセ、
聞いた後なんで OK。 あ、でもこれあれかあれだ、フェリプティ調整が入ってるやつだ。だからフェリプティに関してはちょっと際どいっていうか強いけど、はい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 、大丈夫。特殊罠しっかり特殊罠張ってる状況で、こっちが攻めの形を作りたい。 OK。 貴重な貫通枠でもあるが、これはもう X しますか。 X ってこっちのね攻めの形作ってで、ね、このレオンチャンネルじゃない、レオンハルトはコンボスキル 80% 以下で使えるということで 1.6 倍かけられる。そしてこっちはリリティがあるので、もうこっちから一方的にね殴れるときに殴っていくよ。もう次のターンで戦火烈光剣ぶちかましますよ、ミリムさん。まあこれ取られる可能性もあるんですが、ほい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 、そいつは2枚以上返し、あーオッケーオッケー、じゃあもう普通に D2 でいいか。オッケー、もうこんなもんね。戦火烈光剣よしよし。でこっちの、あでもこれあれだな、エンデガとちょっと相性悪いか。エンデガ HP 半分以下でキル使えるというものなんですが、こいつね減れば減るほど倍率が減っちゃうので、ちょっとエンデガとは水と油関係か。まあ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 、言うてこっちはリリティ張れてるし、うん、相手攻められないんだったら、あとはエンデガを待って撃つだけ。うおうわ待って、そのローラン怖いな、どうしよう。ほい、エンデガがダメなら、エンデガがダメならアズリエルでいいじゃない。いや行ってこい、よし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 、オッケー、ミリム強いじゃん、全然強い。ここでコンボスキル、逆にバハムートの逆版コンボ強いですね。ありがとうございます。はい、ということで今回いかがだったでしょうか。ミリム使ってみたんですが、強いんですよ、強いんですけど、ちょっとこうネックになる部分がやはり引いたターンにね火力が出ないっていうのは弱点ですね。なんで序盤に引いてたらまあいいんですけど、中盤とかになってきた時にトップでミリム引けとか、そのなんだろう、リュウエスゴマ引いて勝ちっていう状況でミリム引いちゃうと1倍しか出ないっていう言ったところで、ちょっとねトリプルオーラとかだと結構ね手駒のマネジメントが難しかったりするので、意外と上級者向けですね。まあ実際に強い部分もあります。ロックで出るっていうのが強かったり、HP が高かったりするので、そういうところは強いですね。で、火力も結構出るし、いいんですけども、まあ弱点も抱えてるのかなと。あとコンボスキルがね、エンデガと相性悪いっていうのは、まあちょっと残念なところであるんですけど、しっかりね、最後、アズリエルがカバーしてくれたということで、悪くはないと思います。はい。そんなミリムさんなんですけども、まあ結構強い。実際ね、強いか弱いかで言うともちろん強い。ただ、弱点もあると。いたところで万能ではないのかなとは思います。まあ一旦でねチャージ溜まるから、全然従来のチャージキャラで混合に入るような駒、例えば夏シズネとかよりは強いんじゃないかなと思うので、ぜひ使ってみてください。はい、上級者向けです。まあ結構デッキ構築もちょっと考えてもいいかもしれないね。ダブルオーラにしてもいいかも。トリプルオーラが今後強いというイメージあると思うんですけど、ダブルオーラの方がねやっぱりこうトップで、ミリム引いて、3枚オーラでミリムの状態だとミリム打つと1枚しか出ないみたいな状況だとさすがに辛いのでね、ダブルオーラでもいいかなと思いました。ぜひね、皆さんもねミリム使ってみてくださいということで、この動画が面白かった、参考になったという方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。